送迎バスの安全装置の設置が来年から義務化されます。やれることは何でもやる、そのような覚悟を持ってスピード感を持って取り組む。静岡県で園児がバスに置き去りにされ死亡した事件などを受け、政府は再発防止に向けた子どもの安全対策をまとめました。来年4月からすべての保育所や幼稚園などの送迎バスに安全装置の設置を義務付け、違反した園は業務停止命令など罰則の対象となります。設置費用については9割を補助する方向で調整が進められています。